はい、パテックフィリップに来ました。壮大なブースですね。でね、バーゼル会場ってさ、ここにパテックフィリップがあって、こちらにロレックス。おで、これがね、なんだろうな、そのバーゼル会場の一つの象徴みたいな。で、今回のウォッチーズ&ワンダーズとか、元バーゼルと SIH と合体したで、ね。で、去年第1回で来れなかったんだけど、この写真があったの。なるほど。だ、一体どうなってんだろうと思って今回来て、びっくりしたんだけど、あっちの通路の向こうに行くと、今まで通りの SIHH の風景で、通路のこっちに来ると絨毯の色まで変わってて、どう見てもバーゼルっていう。本当にガシャンコしたんだなっていう。そうそう、だからこれはほら、元曲がりなりにも建築をやってた人間としてはすげえなみたいな。どちらもほら、有無を言わさぬ、いや、スイスト系界の巨人、ね、はい、世界最高峰のブランドですよ、はい。で、このブースっていうのは周りにね、ずっと現行モデルが並んでるですよ、はい、見た見た見た、はい、普段日本で売り切れちゃってるのばっかりだから。そうなんですよ、こう並んで見れるとかまあないですよね。そう、だから実質ミュージアムピースみたいな感じなんだけど、まあ、現行商品のほとんどのラインナップがこうぐるっと回ると見られるということで、はい、今年の新作、全然情報流れてきません。あら、何があるかよくわかりません。ということで、まずは行ってみましょう、はい、はい。はい、パテックフィリップの今年の新作17お、うん、で、そのうちのね、5つがチャイミングウォッチ、まあ、いわゆる鳴り物で、これはね、まあ、ハイコンプリケーションなんで、この場に実機はお見せできないんですけれども、下に飾ってあって映像でね、ちらっとご覧いただけるかな、なんていう。で、まあ、本当にこういうしょんごいやつですよね。すっごい、すごいコンプリケーションですよ。で、それ以外にですね、まあ、今回特に注目の2作っていうのを、まあ、これからご紹介しようというふうに思ってます、はいはい。で、これがその、はい、2本のうちの1つ、カラトロバの 5224R001 と、トラベルタイムと。で、これね、もともとのベースムーブメントっていうのは昨年発表した、こちらの方ですね。そうそうそう。で、まあ、ブランド初の、トラベルタイムに、アニュアルカレンダーがついてるって、まあ、よく考えるとすごい複雑な、ね、まあ、考えなくても複雑だけれども、はい、このムーブメントを、まあ、ベースにしてかなり改造がされていると。で、一番の見どころポイントが、これよく見ると分かるんだけど、24時間系になって、だから一番上が12時、はい、で、こっち側に時計回りに行って、一番下が24時本当だ。で、ぐるんと回って、で、しかもここに、もう一個地震がついていて、トラベルタイムになって、うん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 、で、まあ、先ほど言ったように、昨年の、まあ、トラベルタイムのベースムーブメントになっているんだけれどもですね、押し車を、はかぞを12から24に変えることで24時間表示にしてると。で、ここでね、起きる出来事っていうのは歯車が大きくなっちゃうのね、はかぞを倍にしなきゃいけないって、うん、そうですよね。だけど、ムーブメントの面積って決まってるじゃない。だから、それでこうほらやりくりしなきゃいけないんで、だからまあ設計をかなり変えていると。そうか、なんです、あとね、もう一個大きな見どころが、これアプライドのインデックスなんだよね。あ、本当だ、しっかりアプライドですね。でね、そのアプライドのパーツが全部で44本もあるんだって。わお。で、はい、で、先ほどお話を聞いてたんですけど、パテックのアプライドってもう磨き倒して、はい、接着剤じゃなくてちゃんと足でこうやってやってるじゃない、すっごく大変なんだ。いや、こんなにね、涼しい顔してるモデルですけど、とてもとても、そうそう、とても愛情とてもかかっているとね。でね、こちら42ミリ系にムッチムチにムーブメントが入っていると。いや、
あの福田さんがおっしゃる尻尾まで欲しいっていうあれですね。なんかこうちょっとトラベル感やっぱりありますよね。まあ慣れないとね、最初のうち時間見づらいんで、あの位置でね、こうだから 3,4 回あのアポイント飛ばして怒られて覚えるみたいなそうですね。でちなみに分身は普通通りに1周で60分と、はい、いうことでした。はい、はい、1本目です。ここがポイント。はい、パテックフィリップですね。例年よりちょっと新作を絞ったのかな。でもやっぱり17本ってたくさんあって、でその中で、まあ、一番気になったのが、カラトラバの 5224R の001、あの先ほどご紹介した24時間系のやつですね。なんとなく普段見慣れてる感じだと24時がてっぺんにあった方がなんか読みやすいのかなとかって思っていたら、上半分がお昼、下半分が夕方と、これあの慣れてみると、きっとすごく使いやすいのかなということで、なんか自分のライフスタイルにああいう時計が1本あると楽しいのかなとしみじみ思いました。はい、はい、2本目、かわいい赤いモートルーチェ、はい、これはね、5261R の001で、これはねあのアクアノートルーチェ、まあ、アクアノートで初のアニュアルカレンダーなのね、はい、じゃん、すごいでしょこれ。いいないいな、あれこんな顔でしたっけ前のやつ。だから初だから。あ、そっか。そう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 。で、普段のパテックフィリップの年次カレンダー、はい、見慣れてるとあれっとまさに、うん、あの通常と逆で、通常こっち、だから6時1のムーンフェーズが12時1、うん、だから通常の3時と9時の位置が逆になって、月と曜日がね逆になってるってところもミソなんだけど、これがなんでかっていうと、あのパテックフィリップの考える、女性のコンプリっていうのは、うん、ムーンフェーズ、あ、考え方がそこちょっと違うんですね。そうそう、なので、そのなんだろうな、あのムーンフェーズを一番に目立たせているという。私この顔結構好きですね、うん、失礼します。でね、さっきのね、そのプレスカンファレンスの時に、みんなでワイワイやってたんだけど、これメンズで良くないっていう。いや、そうですね。ね。あ、素敵ね。いや、とってもとても良きですね。そう。だから、さっきの、プレスカンファレンスだ、おっさんの間でも大人気だったという、あの華やかな華やかなアクアノートルーチェ。ね、これ、はい、いいですね。ね。はい。それいいでしょう。はい、いや素敵すぎて食レポがすごい下手くそな人になってるんですけど、はい、はい、ということでした。はい、はい、見てきました。どうだった。いや、私あのアクアノートルーチェいいな。そうだよね、あれね。で、はい、ほら時間の関係で2本しかご紹介できなくて、他にもほらいっぱいあったじゃん。素敵な、はい。でさっきねちょっとあのお伺いしたんだけど、カラトラバの 6007G の001、あのほらカラフルな、あのストラップの裏が黄色赤青、うん、あれはね今そのパテックフィリップを買うお客様の、年齢層、うん、世界的に下がってる。あ、お若くなってるんですね。そうだから若い、パテックフィリップファンが、増えているので、非常にこう明るくポップな軽やかなモデルっていうのがプラスされたと、うんうんうん、いうことでね、パテックフィリップさらに力強く世界的人気になっていくのかななんていうことを考えたりしております、ね、そんな感じがいたしますね。アクアドントルーチェの、ね、アニュアルカレンダーだってね若々しくてね、はい、でもあれは本当にねあの男性にもキュンときますよ、うんうん、わかります。というわけで、はい、本当に本当に本当に他にもいっぱいあるんで、また何かの機会にご紹介します、はい、ということで以上でした。じゃあ、ね。